どうもカラクリ箱 DS です。今日はあの9月の17日、朝の6時イオン劇です。昨日ですね、医者に行ってなんかどうやら CT 撮って、そしたら唾液が詰まってたんですね。まあこれ僕の予想通りって感じですよね。まあ他の方はなんか海だったりとか、まあ、バイ菌とかじゃないのっていう話、もしくは血が固まってるみたいな話もあったんですけど、どうやら唾液だったみたいです。で、とりあえずあの唾液を抜いたらもう250ml くらい唾液が出て、もうお医者さん同士ではしゃいでてで、とりあえず出たんですよ。で、今この状態で落ち着いてるんですけれども、ツイッターの写真であげたんですけど、最初は異常にへっこんでたんですね。で、1日で、まあ、こんなになったっていうことは多分また溜まってるんですよ。で、お医者さんもこれは言ってて、まあ、唾液腺が、ちょっと詰まってるんじゃないか、でどっかから漏れてるみたいな話をしてたんですね。なんか不安ですね。また抜いて溜まって抜いて溜まってて、これ一生続けるんだったら本当人生辛いなと思って、なんか何のための手術だったんだろうなとちょっと思うんですけど、まあ来週の土曜日にもう一回あのお医者さんの方に見てもらうことになってます。そこでまあその唾液腺がうまく処置できればいいなと思うんですけれどもね、はい。まあ、とりあえず現状の顔もちょっと撮っておきたくて今動画にしました。で、本当はですね、あの今日山形の方に行って、人生初のラップバトル、公式のラップバトルに出ようかと、しかも全国大会っていうちょっと無謀なチャレンジを考えてたんですけれども、なちょっと思ったより昨日のその口のしびれが治らなくて、滑舌も悪い状態なので、これはちょっと負け戦だなと動画お付き合いくださいましてどうもありがとうございます。以上、からくり箱 DS でした。またねー。